ちょっと作業着着てないんですけど、冒頭の挨拶やります。皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴビルだ、ヒロゲだ。で、予告なんですけど、今月の24日に、皆さんこんにちは、ヒロゲです。はい、今こちらは僕の iPhone で撮影しています。はい、今回の動画は、ついに手に入れることができました。Yahoo ショッピングや楽天やメルカリなどで、めちゃくちゃ探して、ついに手に入れました。それがこちらです。はい、こちら、パナソニックルミックス GH5 です。はい、YouTuber ですごい人気の GH5 をついに手に入れることができました。今回はボディセットを買いました。結構欠品があったり、本体に傷があるんですけど、動作確認問題なしで、保証書がついて14万円の GH5 を買いました。で、こちら以外に、はい、こちらの標準レンズも買いました。こちらはカメラの北村で3万円で買いました。はい、今回の動画はこちらの GH5 を開けます。冒頭で説明した通り、こちらは結構欠品があって、さらに本体にそこそこ傷があるものの、動作は問題なく動く中古品です。レンズと合わせてほぼ17、8万したので、もうちゃんと使いたいと思います。はい、箱の中はこのようになってます。もう本当の中古品なので、ちょっと壊れたらちょっと怖いです。あ、ちなみにこれが本体です。で、あとはバッテリーチャージャーと電源コードだけです。まあ他にも USB ケーブルとかがあったんですけど、まあ家に USB ケーブルいっぱいあるので、まあそこは、まあそれで代用するとして、USB ケーブル以外で欠品しているのが、ケーブルホルダーとショルダーストラップとフラッシュシンクル端子キャップです。あ、ちなみに欠品している部品なんですけど、パナソニックのオンラインストアで買えることを知ったので、動画が出される頃にはもう届いてると思います。では GH5 を、見せます。あ、結構重いです。ではいきます。はい、はい、はい、よっと、おお、なんか思ってたより結構大きいです。おお、すごいかっこいい。この裏面のこの液晶が、お、そうなんですよ、こんな感じで動くんですよ。すごい。バッテリーは本体の中に入ってました。で、ここにフラッシュシンクロの端子キャップをはめます。ちなみに僕は今までこういうレンズを交換する一眼レフ持ってなくて、今まで僕の動画で使ってきた、はい、こちらソニーの DSC-RX10、 これはレンズが一体化した一眼レフになってます。この DSC-RX10 も相当良かったんですけど、やっぱちょっと動画にこだわりたいのと、あと僕は MacBook Pro に買い替えたんですけど、 MacBook Pro が 4K の動画編集できるということもあるので、どうせだったらカメラも 4K にしようということで、こちらの GH5 に変えました。あ、そうそう、ちなみにこれ動画で売ってないんですけど、あのマイクつけました。カメラのマイクとかで有名なロードのマイクを買いました。値段は8000円ちょっとしました。で、この GH5 のすごいところなんですけど、まず SD カードが2枚入ります。もうあの入れちゃってるんですけど、ここに2枚入ります。で、2枚入ると何がいいかというと、あの SD カードってたまに壊れちゃうことあります。ちなみに僕 3DS でゲームやってた時に、なんか本体の更新じゃないんですけど、なんかデータをダウンロードしないといけない時があったんで、ダウンロードしてた時になんかダウンロードできませんでしたっていうエラーがあったんで、一回 3DS 本体を消して再起動したら、ゲームのデータ全部消えちゃったんですよ。もうその時僕は、え？ってなっちゃいました。一言言うのであれば、もう言葉に出ませんでした。もう衝撃でした。で、ましてやこれがゲストの人が来た時にこんなことが起きてしまったら、はい、皆さん、今回はなんと特別ゲストの方にお越しいただきました。それではお呼びしましょう。お願いします。はい、本日のスペシャルゲストは我らが師匠ヒカキンさんです。以上、今日はどうぞよろしくお願いします。この剣先の刀身がなんと本物なんですよ。もう本当に人切れちゃうんですよ。めちゃめちゃすごないですか。はい、こんな感じでラウズカード全部収納できます。これ開発段階なんですけど、実際の商品はこれ本当に打てるらしいです。いや、師匠ナイスリアクションですよ。もうありがとうございます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。師匠 OK です。お疲れ様です。いや、もう師匠と一緒に編集できるなんてもう夢のようっすよ。もう本当に、え？どうなってんの？マジかよ。師匠やべえっす。SD カードぶっ壊れていて動画撮れてないっす。何？撮れてないだと？動画が撮れていないとどういうらしいんだった？パンチやパンチ。ああ、師匠、落ち着いてください。落ち着いてください。
ってなったら許されられないので、それ考えたら本当にプロ向けだなって思います。さらにこの GH5 の惚れたところなんですけど、まず画面がこのように稼働します。これ自撮りしてる YouTuber はすごい大事な機能になってます。今まで使ってた DSC-RX10 は画面がこんな感じで動くので、自撮りちゃんとできてるかわかんないんですよね。これ DSC-RX10 買って1ヶ月か2ヶ月ぐらいにこれ自撮りができなくて、画面に結構見切れてた時があったんで、もうそれに相当苦戦しました。まあ今は全然まあ問題はないんですけど、それ考えたら本当に GH5 って YouTuber 向けのカメラになってます。でさらに GH5 買った理由の最大の理由は、1回ボタンを押したらバッテリーが切れるか SD カードの容量がなくなるまでずっと撮り続けれます。僕レゴの組み立て動画で基本的に30分はかからないんですけど、たまに30分かかることがあって、これでなんか気がついてたらもう動画撮影終わってたって時があったんで、途中で撮影が終わるっていうリスクがないっていうのがもう本当にすごいと思いました。さらにこの GH5 なんですけど、 4K 画質の中で最も綺麗な 4K60 っていうのを採用してるので、普段の 4K より相当綺麗に撮れます。はい、じゃあ今 iPhone で撮影してるんですけど、今からこちらの GH5 に変えたいと思います。でこの GH5 をいろいろ設定してから変えます。では今撮ってる iPhone からこちらの GH5 に変えます。じゃあ行きます。せーので、はい、こんな感じです。ちなみにこれ今顔がピントに合うように設定してるんですけど、めっちゃ綺麗に動きます。これ今 4K の中で一番最高の 4K60 にしてるので、めちゃくちゃ綺麗に撮れて、すごいなんかぬるぬると動きます。これすごいな。あ、ちなみにこれマイクなんですけど、マイクはまだつけておりません。はい、マイクありにつけてみました。多分音も相当綺麗に拾ってると思います。いや、もうさすが GH5 です。めちゃめちゃすごいです。ちょっと作業着着てないんですけど、冒頭の挨拶をやります。皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴブリだ。自撮り機能があるのでめちゃめちゃ撮りやすいです。で SD カード 256GB 挿してるんですけど、マックス最大で3時間しか撮れないので、年内上には 516GB の SD カード2枚買おうと思います。で予告なんですけど、今月の24日に大阪に行ってまいります。行く理由なんですけど、レゴストア行って、グランフロント大阪行って、新世界のザリガニというゲームセンターに行ってまいります。 GH5 がどれだけすごいのかっていうのをやっぱ試してみたいです。制作した上で行きますので、そこはご安心ください。ちなみに DSC-RX10 はサブカメラとして使います。というわけで今後の動画はこの GH5 が撮影してくれますので、 4K 動画すごい楽しみです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ